2020明治安田生命 J1 リーグ第10節立発三沢球技場から横浜 FC 湘南ベルマーレの一戦をご覧いただきます。まずホームの横浜 FC です。仙台戦で尾骨を折りました6ターンが帰ってきました。ゴールを守ります。マギーニョ、イノハ、カルフィン、ヨンアピン、袴田、松浦、佐藤健介、瀬古、松尾、皆川、一味と入っています。湘南ベルマーレのラインナップです。ゴールキーパーが谷浩生、岡本、大岩、大野、小林、金子、原田、鈴木、戸市、石原、松田、指宿というスターターです。森保はじめ代表監督です。まあ、本当にいろんな若い選手がこういう状況なんで多く出ているのをポジティブに見ながら、代表チームにも反映していきたいですねという話をしていました。敵陣まで入ったセンターバックの井ノ原に入れます。シンプルに裏ボールを収めて一味、サポートは松浦、割ってない、左足を松浦のシュート、シュート、あっという間、開始3分、横浜 FC 先手を取りました。右サイド深い位置で狙った一味、最後は松浦が左足に持ち替えて仕留めました。早く動きましたね。まず背後ですよね。まあ、3バックの脇一味がランニングで取ってうまく収めて深いところで、まあ、うまく残しましたよね。まあ、いいところで松浦を受けて最後左足、手前に佐藤健介が動いて少しサインプレー気味に入れてきた、一味のシュート、低い軌道で一味が合わせてきました。横浜 FC 決定機、ナイスキーパーですけどね。まあ、少しデザインされてるプレーですかね。裏、おー、石原直樹が抜けてきた。やはりゴール近くで怖い動きをしてきます石原直樹。まあ、すごくシンプルな攻撃ですけどね、はい。まあ、背後っていうのは可能性感じますよね。うまく曖昧な位置を取った一味から抜け出したスピードがあります。松尾来たから J1 初ゴール、横浜 FC 早くも追加点2対0。一気に裏返しましたね。これもフリックから、今度は松浦が鈴木戸市を振りほどいた、外から松尾が来る、松尾が来る、これは戻った岡本に、おーっとー、これは PK の判定です。またしても速攻から鋭く湘南の背中をついていきます横浜 FC。 逆をついて決めました。これで3対0、一味が PK を決めて4節仙台戦以来のシーズン3点目。さあ、こっから横に小林がつけたんですが、瀬古は松浦がいいところに浮きましたんでそこを見てました。動きをつける皆川、外を見て松尾が飛び込んで、松尾が打つ、左足一閃、あっという間に今日2ゴール、なんと20分で横浜 FC 4点。ここまでたった8点しか取れなかったのほうが嘘のようなゴールラッシュです。さあ、ママタリマギ、おー、折り返した、ママタリの折り返し、最後はゴール前、岩崎です。マギーニョ打つ、左足こぼれた、松尾振った、最後ゴール前、皆川も足を出しました。さあ、岩崎遠目から打ってきた、待った狭い、大外、
金子はもう一回外、ボックスに人はいます。クロスにした。おお、杉本、杉本の戻しが石原の前に転がった。1点返しました湘南。石原直樹が最後ゴール前詰めて64分に追い上げの1点が入ります。どこだ、奥まで伸ばして誰だ、ヘディング、岡本、4対2、もう1点返しました湘南。セットプレー、ママタリの右足、最後はこの岡本の頭です。いや、いいボールでしたね。4分過ぎました。お、谷が出ます。あ、これでゲーム終了の笛が鳴りました。横浜 FC リーグ戦の連敗5でストップ。これでリーグ戦は7試合ぶりの勝利となりました。